IMX 株式会社の五十嵐と申します。低温凍結粉砕ビーズミルについてご紹介をいたします。まずビーズミルとは、粉体の粒子を細かくする機械でございます。ビーズを使って粉体の粒子を分散したり、一つの粒子を細かく粉砕したりする装置です。今回の低温凍結粉砕ビーズミルは液体窒素の中でビーズミルの処理をができる装置となっております。常温では粉砕しにくい樹脂の粉砕に効果がございます。マイナス196度中の低温、ごく低温下で処理をすることによって、不活性状態で酸化させない処理や、樹脂の微粉砕に適しています。電子部品の材料や、全固体、リチウムイオン電池の材料、医薬品の粉砕に、効果的です。ぜひよろしくお願いいたします。